新型コロナウイルスが5類に移行されてから初めてとなる春の大型連休が今日からスタートし、県内を通る鉄道の主要な駅では大きな荷物を抱えてふるさとに帰省する人の姿が目立ちました。午前11時頃の JR 宇都宮駅の東北新幹線下りホームです。東京方面から宇都宮に帰省した人や、宇都宮から東北方面にこれから帰省する人など、スーツケースを転がす人の姿が多くありました。お父さんのところに来るためにここに来ました。いちご狩りとマスク焼きを作るのとすごく楽しみです。自分の地元で宮城に帰省という形ですね。親戚に合わせるというところですかね。長い電車ということで、子供も生まれて楽しみなところがいっぱいあります。JR 東日本によりますと、最大10連休となる今年の大型連休期間中、前半の3連休は初日の今日が新幹線の下り指定席の予約がピークとなっていますが、目立った混雑はありませんでした。最も混雑が予想されるのは下りが後半4連休の初日の5月3日で、上りが5日となっています。連休期間中の予約状況は新幹線、在来線ともに前の年を上回っていて、合わせて 112% となっています。一方、こちらは東北自動車道の上河内サービスエリア付近の午後2時ごろの様子です。日本道路交通情報センターによりますと、今日は県内の高速道路でも目立った渋滞はなく、ネクスコ東日本は東北自動車道の混雑のピークは下りが5月3日で、上りは5日と予想しています。